どうも、森永です。はいはい。今日はどちらですか、うん、電話でのご出演ですけども。今日今、高松に来ていてですね。はい。今高松港の真ん前に立っているホテルの控室で、うん、これから公演するんですけれども、うん、はいはい。高松すっごいいい天気でですね、うん、目の前にこう高松港から出ていく船がこういっぱい今止まっています、はいはい、へえ、高松ってな何県？香川県。香川県、あ、はい、それは何たくさん出てくるのは、それは見てたらもうめちゃくちゃ暑いなって感じなんですか？いつも何度も来てるんですけれども、はい、うん、いつもはビジネスマンが飛行機ほとんどなんですけれども、うんうん、もう子供とか赤ちゃんがいっぱい乗ってて、うん、あ、ね、夏休みだね。あ、そうなんです、うん、ビービー泣いて大変なんですけど、うん、まあ、しょうがないんでみんな我慢してるんですが、はい、やっぱりこう、うん、こっち来るとゆったりしてて、うん、はい、すごくいいとこですよ。うん、飛行機乗ってる時間はね、大阪行くのとほとんど変わらないので、うんうん、すごく近いんですよ。50分ぐらいかね。うん、飛んでる時間で、まあ、1時間弱ぐらいですかね。うん、そうだね、はいはい、はい。さて今日はそちらから何を、うん、ちょっと今日は核のゴミの問題をお話したいと思うんですけれども、はいはい、うん、先週28日にですね、うん、経済産業省が原発で発生する核のゴミ、はい、まあ、正式には高レベル放射性廃棄物っていうんですけれども、うんうん、その最終処分場を建設するための候補地を示した、うん、科学的特性マップっていうのを公表したんですね。はい、新聞に大きく出てました。はい、でこのマップによると、今1750ある市町村のうち、うん、約900の市町村が、うん、まあ、適地、ここは作ってもいいですよっていう、うん、ことで選定されたんです。はい、でこの核のゴミっていうのは、うん、今どういうふうにしようと言ってるかっていうとですね、はい、これ国際的にその他の国に持っていくのは許されないんですね、うん、だから自分の国で処分をしないといけないんですけれども、うん、地層処分っていうふうに呼ばれていて、うん、まあ、トンネルをずっと深く掘っていって、はい、まあ、地下300メーターぐらいまでこうトンネルを掘って、うん、はい、まあ、そこにその、まあ、この核のゴミを置いて、うん、でこれ無害になるまで大体数万年はかかるっていうんですけど、数万年、うん、数万年です、うん、はい、それをずっとこう置いといて、ひたすらその、まあ、放射性の、放射線のレベルが下がるのを待つっていう、うん、おそらくですね、私もいろいろ調べたんですけれども、はい、それしか手がないんですよね。で、ただですね、これをその受け入れる場所としてはいろいろ条件があってですね、はい、火山がある地域っていうのはもちろん置けないわけです、うん、危ないですから。そうですね、でそれからその活断層があるところも危ない。そうですね、でそれからその放射性廃棄物を運搬するために海岸線から20キロ以内、うん、まあ、沿岸部のところのどっかに作らないといけない、うん、山の中はダメよっていう条件でこう選別をしていったら、それでもまあ900が残ってですね、はい、まあ、イメージでいうと日本列島の沿岸部はほぼ対象地域っていう感じになっているんですよ。日本地図で見ると沿岸部はそこ処理施設ができるってところはグリーンで描かれてるんだけど、はいはい、日本の周り、まあ、沿岸部はほとんどグリーンでしたよね。そうなんです、はい、うん、でただですね、この900も候補地があって、うん、まあ、経済産業省は今年の9月からこう地元への説明を始めて、はい、立候補を募るということにしてるんですけれども、うんうん、おそらく立候補をしてくる市町村って一つもないんですね、うん、で唯一全国で佐賀県の玄海町っていう、ここは玄海原発があるところなんですけれども、うん、はい、ここの町長は自分ところで出した自分、うん、ゴミは自分で処分しなきゃいけないっていうので、うん、立候補の、可能性を示唆してたんですが、うん、はい、今回この玄海町の地下には石炭資源があるっていうことで、うん、候補地から外されちゃったんですよ。なるほど、うん、
ということは一つもないっていうのが、うん、まあ、今の実態なんですけれども、うん、ただですね、世耕大臣をはじめとして経済産業省があんまり焦ってる雰囲気がないんですね、うん、でどうするつもりなんですか、なんでかっていうと、うん、はい、多分いずれ出てくるだろうって高をくくっているんだと思うんです。え、その候補地がですか、うん、はい、手を挙げる場所、うん、そうなんですよ。それはなんでかっていうとですね、今どんどん地域間格差がその広がっていて、うん、で東京はもうバブルに近いようなことが起こってるんですけれど、うん、地方はどん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 厳しくなっているんですね、うん、はい、そうですね。で今回今の時点での条件っていうのは、うん、その文献調査を受け入れただけで自治体に20億円払われるんですよ、うん、調査を受け入れただけで、はい、うん、でしかもこう掘ってみるっていう掘削調査をしたらさらに70億円くれるっていう、うん、まあ、ある意味でこう人参をぶら下げるようなことをしているんですけれども、そこで断っちゃっていいの？そこで、はい、地域いいですよって言って、ボーリングしてもいいですよって言ってお金だけもらって、でその後でやっぱりやめたっていうのはいいの？うん、多分いいんだと思うんですけれども、うん、とりあえず手を挙げなさいって言って、うん、こう大金をちらつかせてるわけですよ。でこのままいけば、うん、必ずその、金に困って、うん、手を挙げてくる自治体があるはずだっていうのが多分経済産業省の読みなんです、そんなことで決めていいの？で私はね、これは卑怯だと思うんです、うん、卑怯ですよ。でこれ実はそのこの新聞記事を読んでてですね、私が真っ先に思い出したのが、うん、今からちょうど10年前なんですけれども、イラク戦争が泥沼化してですね、はい、で当時のブッシュ大統領がアメリカから兵隊を2万人さらにこう増員してイラクに送り込むっていうのを決めたんですね、はい、でその時に私がある軍事専門家にですね、こんだけ死人が出てるのに、アメリカは軍隊は志願制なんで、その行きたがる若者が2万人もいるはずないじゃないですかって言ったら、その軍事専門家が何て言ったかっていうと、はい、簡単ですよ、普通の一般の奨学金の、受給要件を厳しくしてやればいいんですからって言ったんですよ、うん、つまりね、そのアメリカって日本よりもものすごい学歴社会なんですね、うん、でこう大学を出ないと、うん、まあ、まともな年収を得られないっていう社会なんですが、すごく学費が高いんですよ、うん、もう一流大学なんかに行くと1年間で500万ぐらい取られたりするんですね、うん、でその地方の州立大学でも普通の庶民っていうか、まあ、少なくとも貧困層は絶対いけないような学費なの で普通の人は奨学金を受けて大学に進学するしかないんですけれども、うん、そこを厳しくしてやると何が起こるかっていうと、もう軍隊に入るしかなくなるんですよ、ひどいな、貧困層の若者は、うん、軍隊に入ればこう軍から通わせてくれたり軍の奨学金があるので、うん、大学行けるわけです、うんうん、で現にですね、まあ、それで、実はアメリカはそのリクルートに何の支障もなく若者をどんどん集めてイラクに送り込んだわけですね、うん、でも行った若者たちは PTSD になったり、まあ、現地で命を落としたりたくさんしてるわけだよね。そうそう、で、それと私やってること一緒なんじゃないかなっていう気がして仕方がないんです、うんうん、ね、これね、はい、もう原発を作って現にその核のゴミがある以上を、それをどっかに処分しないといけないっていうのは、これもう、現実問題としては仕方がないことなんですけれども、まずですね、政府がやらなきゃいけないことは、これ以上、つまり受け入れ先がない状態ではこれ以上ゴミを出しちゃいけないっていうのは普通に考えたら当然なんだと思うんですけれども、でもそうは考えてないみたい で、 そうです、ね、だから経済産業省は原発の新設増設をこうやっていくっていう方向を今打ち出してるわけですね、うんうん、もう一つはこう金でつって呼ばれてるところをですね、募集するんではなくって、うん、どうしても必要なんだって言って、うん、その経済産業省の役人なりですね、うん、その
大臣なり政治家が頭下げに行って、うん、お願いしますっていうのが、うん、私は筋だと思うんですよね、うん、だからね、うん、なんかねそのやり方がですね、うん、もう上から目線以外の何者でもないっていうのが、うんうん、私はとてつもなく気に入らないんですけれども、はい、そうですね、スウェーデンでしたっけ、オンカロっていうね、はい、フィンランドですか、フィンランドだね、あ10万年ね、貯蔵すると、それででも10万年経ったら誰がどこに埋めたかそれ分かってんのかと、うん、ね、そういう話もあるし、ね、これにだから、うん、まあねものすごいコストがかかるし、うん、しかもこれ日本でやるとなるともうこれコストもたくさんかかりますよね、あそうそうそう、だからそのコスト、このコストがだって何万年も耐えなきゃいけない、ね、そう材質のもので、で作んなくちゃいけないわけで、ね、それが日本の沿岸部って言ったらば日本は地震もあるし津波も来ますよね、そうなんです、まあ、だからそこら辺も含めてですね、うん、きちんとした説明をして、うん、政府には説得をする責任が私はあるんだと思うんですよ。あでもそのなんかあの補助金とかそういうんじゃなくてっていう意味ですよね、うん、そう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 、だから弱ってどうしようもこう財政が立ち行かなくなったところにさったばで引っ張いて、そこに作るっていうのは私は筋が違うんじゃないかなっていう、しかもこれ作るとなると例えばこの地下何百メートルっていうねこれ作るとなると、はい、このお金はどことどこが出すんですか、うん、それは多分電力会社がその払って電気料金に上乗せされるっていうことになるんだと思うんです、ね、電気料金に、でもその廃棄物ってね、うん、その原発ある以上どんどん出るわけじゃないですか、そうです、しかもあの冷却プールはもうほぼ満杯になりそうなんですもんね、そうなんです、各原子発電所のね、うんうん、だからそこまでコストを考えたら、うん、もしかしたら太陽光発電の方がずっと安いっていうことにもなりかねないんですよ、はい、うん、だからちょっとそこら辺もきちんとですね、うん、科学的分析をやらなきゃいけないのはそっちの方だと私は思うんですけど、うん、なんかとにかく あれはないのね、前高い金払ってなんかあのよその国の広大な砂漠みたいなところにモンゴル、ね、みたいな話もちょっとあったじゃない、あれは、うん、いけないことになってるのね、ダメなの、基本的にはそのよそに持ってっちゃいけないことな、あまあそれもひどい話だけど、ね、そうなんですよ、よその国に、ね、持っていくのもひどい話だけどな、お金でっていうことになるでしょうからね、はい、ありがとうございました。